ちょっと雨の降る前にこのドッグランの主になるであろうこの3頭に確認を請いに行きます。さくら、どこ行っとんの？大丈夫？そこさくら？さくら？よし、じゃあちょっと降りようか。まだね、ドロドロやでね。どう？広くなるでね。でもあんたらがおるところが少ないかもしれん。だいぶ土もたまったな。ですね、ちょっと雨が降ってきた。さっきまだいいと思ったんやけどな。タンポポはいっぱい咲いとんな。これタンポポやね。ちゃうんかな。はい、こ、あ、そうそうそう、今日は4月の今日は4月29日、昨日4月28日に、ここの申請がおりました。で、5月1日、申請おりてそのままできなかったので、5月1日に、この土地の、残りのお金を払って、登記をして、もろもろ諸手続きをその場で完了させて埋め立てを5月1日のお昼からできるのかなをしたいと思います。はい、でそのための土を、山にしてあります。一応ね、許可を降りんと、許可降りてお金払わんとあかんで、で起こしたこの土地のね、耕作をした方、耕作では耕してくれた方が判明しました。なんと今の地主さんですね。地主さんが起こしたそうです。地主さんのご主人かな、 ご主人が起こしたそうです。どうもこの土地を売ることを知らなかったそうで、一言不動産屋言っとけよっていうぐらいでした。はい、もうちょっと一回踏まなかな、これ。よいしょ。じゃあどうしよう、雨降ってきたでしょ。もう車の中入ろう、狭いけど。で、新しい飛騨号が見れるんです。ここはそれは見れるか。でこっちにも電車が、で駅近、またオープン近くなったら歩いてご説明しますが、そこ見えるかな、あそこに駅が見えるんですが、ちょっとぐるっと回らなければいけないので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっとこらこらこら、似合うねこれで。よし、じゃあ